素をして霊魂の動力を使う。お、オープンザドアしてるね。ウェッタ、なんだこれ、見つかっちゃいけない感じじゃない、この光に。スムージーにはまり続けている。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。黒とホラーの英才教育こと藤田美志郎です。チャンネル登録、グッドボタン、それからもしよかったらツイッターのフォロー、ぜひよろしくお願いします。はい、スムージーの話はまた後でしましょう。ザ・ミディアム、今日も続きからやっていきます。前回はね、久々の画面分割で、マリアンのマリアンのパートをやったんですけど、今日からまたトマスパートですね。はい。で、火事になってしまった、まあ、子供たちが住んでいる家を、今から助けるっていう感じですね。よし、じゃあやっていきましょう。なんかこの All work and no play, are you, Henry? All right. Let's see what makes you tick.うん、これってあのトマスを襲った人の心の中ってこと？ちょっとわかんないけど、まあやっていきましょう。今あの焼けたその家に入ったのかと思ったけど、そういうわけじゃないのかな。なんかすごい書類のなんか入ってそうな引き出しというか、引き出しじゃないのかな。なんか右側にいっぱいありますね。あ、ちょっと待ってくださいね。自分で聞いてる音が大きいわ。よし、OK。そう、なんかずいぶん前にスムージーにはまったみたいな話をしたと思うんですけど、何のゲームだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、X を押して霊魂の動力を使う。お、初めての能力だねこれは。え、オブジェクトの移動。え、どういうこと。あ、うお、すごい。え、めっちゃ音大きい。もうちょい下げよう。え、すごい。あ、なんかそういうことできるんだ。へえ、すごい。超能力的な something? なえ、ちょっと待って、トマスパートでもなんか敵が出るの。え、ちなみにこれこっちはいけないんだよね。なんかここジャンプとかでいけるわけではないね。こう登って、そう、スムージーにはまったみたいなねことを言ったと思うんですけど、そのミキサーを、ミキサーっていうかなんだっけ、ジューサーか、初めて買いましたみたいな。あの日からね、一日も欠かすことなく飲み続けてるんですよ。うわ、なんかいるわ。え、何あれ、モンスターハンター始まる。モンスターをハントしちゃう。そう、一日も欠かすことなく飲んでるんですよね。ずっとハマり続けてて、結構なんか味変えられるからさ、いろんな、何の果物入れるとか野菜入れるとか、あとそのベースになる味を例えばヨーグルトにするかとか豆乳にするかとか、最近ね紅茶も結構美味しくて、それでハマり続けて毎日毎日、まあ健康にもいいしね。またあれか、同じか、X を押して霊魂の動力、ほい、うー、かっこいい。あ、動いちゃった。でこっちを行くと、またトマスなんか小走り競歩だった今。なんか敵出るのかな。なんかあれだね、マリアンの時と違う敵っぽいね。え、これ足は踏み外したりしない。今噛みそうになっちゃった。足はって言っちゃった。踏み外したりの歯が先に来ちゃった。渡って、最近はね冷凍ブルーベリーとか、あと冷凍ストロベリーをね発見して、それにハマってますね。お、これ入れるね。入ろう。なんか喉がガラガラだな。どうしたんだろう。お、普通に部屋だね。はあ、ちょっとなんか喉がガラガラすぎるのでお茶飲みました。あ、なんかテレビのモニターみたいな、なんか見れそうだね。んー、ちょっと待って、なんか進んじゃうかな。ちょっと待ってよ、こっちは反対側の部屋。うん、なんかあっちに入る必要があるのかな。なんかバイオハザードとかだったらこれガラスビャーンって破って、あのリッカーとかが出てきそうなね感じだけど、そういうわけではないと。え、面白。これじゃあ見てみる。あ、取り残されてる。
ん？あ、違うか。あ、やっぱりそうか。そのヘンリーっていうね、トマスを襲った人の心の中か。やっぱりなんかそのみんな幼少期っていうか少年の時というかなんというか、そういう時になんか芽生えた悪みたいなものがずっと心にあるのかね。なんかリチャードもね、小さい頃のなんか出来事をきっかけになんか悪い方に行っちゃったみたいな感じだったけどね。うん、これ見れるのはこれだけ？うん、そうだね。他なんかこの辺、なんか赤いひらひらが、これ見れるね。これはケースファイル、なんだろう、読む。事件ファイル、コードネーム肉屋。なんかすごいグロい予感しかしない肉屋って。容疑者ジェイコブ・ウィルク。なんだろうね。あ、調査人ヘンリーって書いてある。え、容疑者もウィルクで調査人もウィルクなの？え、家族かな。んー、どういうことだろうね。肉屋まあいいや、見れるのはこれだけかな。ちょっとごめんなさい。あ、まだこれもあった。ディールテープ。あ、どっかで再生できるのかもね。なるほど。OK。ここはこんなもんかな。じゃあ次の部屋に行ってみようか。え、これがその今。え、あ、開かない。あれ、念紙できるっけ？できるね。念紙で、年始で何か見れたりしない？ちょっと待ってよ。年始状態で、あ、これでテープ見るんじゃない？そうだね。年始は必要なかったか。ちょっと待って。年始解除して、ちょっともう一回、これか。これを押して。 Do you know why you're here?再生されてるのか。I'm not playing your games, Henry. Don't call me that. The agency was led to believe you've been stealing meat from the working people of the Republic. Where would they get that idea, I wonder? You've been a very bad boy.Let's just get this over with. Given your line of work, you had ample opportunity to commit your crime. It is a crime against the people. Punishable by death. Anything to say in your defense? I'm sorry, Henry.終わった肉屋ってそういうことか。あの、なんかてっきりあの人の肉をどうのとかそういう話かと思ったけど、そうじゃなかったね。なるほど。あのさ、ですの発音いいよね。です、できないよ、私できない。です、何回やるねんって感じ。あれ、よくない？私だけいや、いいですわ。 OK。 おオープンザドアしてるね。なんか赤いひらひらがひらりひらりと舞うのは何でしょうか。うお、なんじゃ、書類これ。なんか出るかな、敵。あれ、なんか向かいの部屋見れないの？見れないのか。なんだろうね。なんか取調室みたいな、なんて言うんだっけ、そういう部屋みたいな感じしたけど。またジョギングスタイルだなこれ走る意味ある？歩くのとあんま速度変わんなくない？何何何何、モンスターハンター、なんだろうね。まあでもそんな、あ、なんかバスみたいな、ここになんかバスが、バスのおもちゃみたいなのがあるね。そう、でもこのゲームそんな敵と戦うアクションゲームではないと信じてるんですけど、まあ別に戦ってもいいんですけどね、それはそれで。なんじゃいなんじゃい、すごい足音だよ。あの、なんか敵、ああ、見た目すごいね、あれ。なんだろう、あれ、犬？違うか。敵の声が結構怖いよね、このゲームね。あの、マリアン側のさ、
あのお化けもそうだけど、声が結構低くて響く感じで怖いかなと思いますが、ここのなんかマップもいいね。すごい絶妙に不気味なんだよね。ウェッターウェッターって何の、おお、静まれ静まりたまえ、なんだって言うんだい。お、なんか床が可愛いね、タイルが。え、敵追いかけられるかな。走る準備しといた方がいい、心構えダッシュの結構あれ追いつかれそうなんだよね。なんだ、あ、肉屋。え、やっぱちょっとなんかそういう感じ違うかな。そういう感じってどういう感じって感じだよね。なんかグロい感じ、なんか見るからにグロいけど、これはなんだ。え、何これ、レーションスタンプ、なんだろう、読む配給切手か。あ、なるほど。ポーランド人民共和国発行。めっちゃ敵の声するが大丈夫、大丈夫かね、追いかけられるのかね。結構びっくりポイントがちょいちょいありそうだね。びっくりするのって嫌だよねね、なんだ、何の音、すごい不気味なんだけど。あら、豚さん、豚さんかな、やだ、なんか暗いね。でもこれ以上明るくするとほんと白くなっちゃうからさ、これなんだろう。なんか霊魂の衝撃的な感じかな。お、なんかする必要ある。え、これ見つかっちゃいけない感じじゃない、この光に。しゃがむとかトマスはできないのか。え、どうすればいいのね、これ見つかっちゃいけないんだよね多分。追いかけていく感じにした方がいいのかな。見つかったんだけど、どうすればいいのこれ。見つかったらどうすればいいの。え、別に追っかけてくるとかじゃないの。しゃがめないもんね。しゃがんだり息止めたりとかそういうのはなさそう。え、行っちゃっていいのかな。ちょっとなんか見つかってみたい気もするけど、別になんかそういうのじゃないのかな。だってこれさ、この光をさあ、いけ、一応いけるか。なんかその当たらずに行くの難しくないって言おうと思ったんだけど、一応いけるね。おうおう、え、見つけちゃ、見つかっちゃダメ。あ、やっぱ見つかっちゃダメっぽいな。なんかちょっとトマスのなんかなんていうの、色がおかしくなった違うな、コントローラーめっちゃ振動したし、なんか画面の色がちょっと薄くなったっていうか。え、行っていいのかな。あ、なんか行こうとすると光来るね。こっちはいけないのよね。これどのタイミングで行けばいいのかわかんないんだけど、今行けるか。え、やっぱ見つかっちゃダメっぽいな。え、ファークファークって言ってる。これ死んじゃうの。あ、こっちか、こちら、こちらよ。あれ死んだ、あ、死んだわあっさり死んだすごくあっさり死んだんですけど。え、あそこ通ればよかったのね。 OK、ちょっと待って。どのタイミングで行けばいいの？光はそうなるじゃん。その後どうなるの？戻って、止まって、こっち見て、え、ずっとぐるぐるしてない？こっちこっちみたいな。あ、今行けるっぽい。今、行けたっぽい、行けたっぽいけど、もうダメかな、これ。行けた？行けたんじゃない？ギリ行けた？ギリ行けたっぽいね。え、やだ、なんか手前の豚さん、すごいかわいそうなんだけど。結構ショッキングな感じですね。まだ続く。え、なんか、いまいちさ、その見つからないタイミングわかんない。今のとこ見つからの、あれなのかな？もうしょうがないのかな？あ、ごめんなさい、押しちゃった。絶対見つかる演出で、急いでくぐり抜けるみたいな感じなのかな？ね。一応なんか体力さ、その回復する手段もないけど、なんか攻撃を食らっても一応少ししたら回復するみたいな。自動で。え、これいけなくない？え？え、バグったこれ。あ、ちょ、これバグったでしょ？こっから出れなくなっちゃった。謎の壁に。謎の壁にぶつかってこっから出れなくなった。
やだ、リスタートします。ああ、なんか、別に見つかるのが絶対ってわけじゃなさそう。今普通に通れましたね、見つからず。え、ちょっと待って、ここさっきハマっちゃったんだけど、どういうこと？あんまり。おお、それどういう動き？動きがわからないので、今いけるっぽい？もうちょっと進めそう？バレた！バレたよ！大丈夫？進んじゃうね。で、これなんだこれ。これ、なんかできそうじゃない？これやろう。あ、動いた。あ、なに、その隙間を通れってことかな？通りまーす。え、通れないんですけど。あ、通れた。でもさっき完全に見えない壁になんかはまっちゃったよね。え、これ大丈夫？行って。すごい、なかなか気持ちの悪い場所だね。いいですよ。でもこういう感じ。すごい好きですよ。こういうなんか雰囲気の映画ありそうだね。今パッと出てこないけど、こういう感じのホラー映画。まあでも結構サイレントヒルに近いかな、この不気味さは。サイレントヒルこういう感じのグロさあるよね。ちょうどなんか、視点もサイレントヒルっぽいね。よく考えたら。バイオっていうよりかはサイレントヒルが近いのかもね。ね、サイレントヒルはいつになったら新しいのさ、リメイクでも何でもいいんだけど、すごいやりたいんだけど、ないのかな？あ、これまた、あ、ちょ、視点が難しい。これまたマリアンと同じ感じじゃない？え、落ちたらまずいよね。これすごい難しいのよ。すごい難しいよ。伝わらないと思いますけど、いけだいけだ。で、なんかありそう。これだね。これなんだろう。あ、なんかかわいい。あ、この犬またいる。なんか前も見てるね、この犬。あ、なんかここにもある。あ、なんか豚さんの部位が書いてあるのかな？読む。手をしっかりと固定して、あ、なんか、そのあれか、さばき方みたいな感じか。なんだろうね。なんでそんなことが書いてあるんだろう。オッケー。これはなんかエコー的な年始かな。あ、違う。あ、年始か。お、あ、書いてあることを読んでくれてる。なんか呪文みたいになってるね。あ、拾うわけじゃないのか。なんかこれ拾って自分のアイテムできるのかと思ったけど、エコーとか別にないもんね。オッケー。なんだ、あ、エネルギー取れる。いいね。シャンチー誕生しましたね。シャンチー爆誕。オッケー。そしたら、ん？こっちか。これだね。こっち行って、で、この声が嫌だ。あ、足、めっちゃ足速くなった。え、追いかけっこする？なんか急に足速くなった。こっちでいいのかな？道がよくわからんけど、こっち。うっ！あ、また見つかっちゃダメ、見つかっちゃダメ。どういうまた光の動きかちゃんと見ないとね。ずっと喋ってるね。え？光もう来ないけど。行っちゃっていいのかな？行っちゃっていいのかしらね。あ、そっか、あそこに戻って、あそこの最初のドアを光で照らすのか。光で照らすっていうか、霊魂の衝撃やるのか。あ、だからあっち、そっか。ここ照らされたのね、最初。え、これ多分さ、光多分当てられると思うんだよね。大丈夫かな？やっちゃうよ、霊魂の衝撃。ほい、やったぜ。さあ行きましょう。意外と大丈夫だった。最初なんかこっちの方まで来た時に光当てられたよね。あ、まだ続く？まだ続きそうだ。あ、なんかお父さんが相当なんか変な人っていうかね、そのヘンリーのお父さんが
あんま良くなかったのかな。でもそうだとしたら、あのリチャードとまた同じような感じだね。リチャードはその本当のお父さんじゃなくって、後から来た人があんまり良くなかったっていう感じよね。さてさて、面白、うわー、またすごいですね。グッ、おー、 That's good. See how easy it is when you do as you're told. うおー、びっくりした。あ、最初の部屋戻ってきたのか。あ、そういうことね。ぐるっと回って、なんか豚さんがいっぱいいたから違う部屋なのかと思ったけど、戻ってきたのか。それでここに入れるようになったのか。これは、読む。身分証明書。あ、ヘンリーの身分証明書か。うん、なるほど。おー、イケメンですね。オッケー。これは？読む。お、長いね。まあ、ちょっと全部読むことはしませんが、気になる方は一時停止して読んでね。巡査長ヘンリー・ウィルクがこの数週間で見せた愛国心は他ではそうそうお目にかかれるものではない。うん。あ、かの有名な牛肉事件における彼の果敢な捜査により数多くの逮捕者が出た。その中にはヘンリーの父親ジェイコブ・ウィルクもいた。うん。ちょうどさっき、なんか見たというか聞いた？あの、なんかテープを再生してその内容を聞いたよね。うん。高品質な肉製品を盗んで低品質なものと入れ替えるとか、そういうまあ悪いことをしていた人がまあたくさんこのヘンリーによって捕まったと。それで、私は自分が正しいと思うことをしただけだっていう感じだったんだね。なるほど。OK。よし。そしたら、じゃあ、こっち、ん？ちょっと待って。通れる？通れるね。じゃあ、こっち。え？あ、こっち行けないの？あ、行けなかった。行けると思ったら。え？ここ通れないの？すごい微妙に通れない場所はあるんだけど、椅子が引っかかってるのか。え？どうすればいいの？これまたこっち行っていいの？そういうこと？あ、開かないんだ。あれ？どうするんだっけ？さっきどうしたっけ？なんかテープ再生したんだっけ？You want me to feel sorry for you, Henry? Let's see how that works out. おー、さっきとセリフ違うね。ん？またなんか再生したりとか。あ、またテープあるわ。そういうことね。うん。じゃあこれの繰り返しなわけだ。ちょっと待ってよ。こっちじゃない。あれ？どうやってテープ再生するんだっけ？こうか。じゃあまた、これを再生して。Vilk, is it? Henry Vilk? What's this about? Straight to the point. No fear, no hesitation. If you wanted me dead, I'd be dead already.So, what do you want? I want to offer you a job. I'm listening. I've been doing this a long time. I've come to know people. See what makes them tick. See their potential. Agreed. On one condition. Huh?The work I do for you, it stays at work. That's the way we like it. It has to. If it doesn't, I'm holding you accountable. Welcome to the family. Hmm. 今の会話がきっきっかけでトマスのことになんか関わるようになったのかね。ちょっとわかんないけど、なんかあれだね、私だったらそういう翻訳にしないなみたいな文が結構ありましたね。なるほど。あ、これでまたドアが開くんだ。じゃあこれの繰り返しって感じなのかな。
またさっきのお父さん的な人にね、見つけたぞみたいなあれもう一回やるのかな。走るか。またジョギングに戻っちゃってね。なんかトマスさ、走るの早い時と遅い時がさ、マリアンにはそういうのないんだけど、トマスにだけあるのが妙に気になるね。じゃあこれ登って、いいですね、面白いですよ。そしてまたあの怪物みたいなのが出るかな。あ、いるっぽい、いるっぽい。またびっくりポイントあるかもね、気をつけてくださいね皆さん。このなんか大量の書類みたいな引き出しみたいなのは何を表してるんだろうね。その仕事が忙しいみたいな気持ちを表してるのかな、ちょっと分かんないけど。あ、また出るんじゃない。すごいよ、吠えてますよ。また出るんじゃなかろうか。あ、こっちね。じゃあこっち登って、ちょっとあれだな、結構いい時間なんだけど、あれだね、微妙に区切るところなさそうだから、このまま撮っちゃおうかな。動画多分分割すると思います。そろそろいい時間なんだけど、なんか区切るには微妙なところだよね。お、また霊魂の動力、ほい。なのでおそらくいい感じの場所で分割して2本にするかと思います。なんかある、なんかある。 You ever heard of Neva? お、保養所、読んでみるか。また全部読むことはしませんので、気になる方は一時停止して読んでね。特別任務ヘンリー・ウィルク少佐、少佐。あ、目的の人物はクラックフの近くにある庭労働、庭労働者保養所で見つかった。これがトマスのことかな。目的の人物は生きた状態で見つかったが、あ、植物状態だった。違うな、これリチャードのことだな。まあでもリチャードとトマスのことか。うん、なるほどね。そうか、じゃあリチャードが魂が抜けた状態だったって言ったのはそういうことね。この植物状態だったみたいな、その時のことね、きっと。ちょっとなんか自分でも何言ってるか分かんないな皆さん多分理解してくださると思いますが、はい。おそらく双子座事件との関連があると思われる。双子座事件、あ、双子座事件ってなんかこの間ムービーで出てたね、そういえば。あとはメモ。1950年のバツバツの時に見つけたソ連の科学者のメモをよく読んでおけ。お前にはアーカイブ番号1138へのアクセスを許可してある。お前にしか閲覧できないものだ、ウィルク、ちゃんと見ておくんだぞ。もっと詳しい情報が知りたいなら捜査官の元へ行け。なるほど。まあじゃあこれでそのトマスとかリチャードとかにまあ関わっていくんだね。なるほど。まあトマスはなんでこういう能力を持ってるんだろうね。まあもちろんそれもそのうちわかると思うんですけど、マリアンもトマスの娘なのかな、実は。これはなんだろう、読む。被験者は依然として強力な超能力を見せている。なるほど。彼の話によればまた別のなんたらが彼に語りかけ幻影を見せるのだという。トマスの話、仮説、なんとかとのつながりが疑われる。おそらく臨死体験により獲得したものだろう。トマスのことか。この分裂仮説を確かめるためにさらなる実験が必要だ。そう、なんかマリアンは結構自分がそのまま霊界に行くみたいなイメージだけど、トマスはなんかすごい別人格っていうかね、そういう感じだから、トマスのこと言ってるのかな、それともトマスみたいな人が他にもいるのかね、どうだろうね。まあなんかよからぬ匂いがプンプンのプンですね。わあ、うるさいよ、なんだよ。足音がうるさいと下の階の人に嫌われるよ、わあ、通ってる通ってる、歩いてる。ジュラシックパークかい、ここはジュラシックパークかな。恐竜の博物館行きたいんだよね。別に恐竜全然詳しくないんですけど、全然名前とかわかんないんだけど、普通に恐竜というその生き物っていうかねは好きなんですよね。うわー、びっくりした。だからやめてってば読み物いっぱいあるね。あれ、さっきもあったのかな。ないよね、さっきは。読む。
実験室で事故があったため今日のセッションは早い段階で中止した。うん。所定薬物の投薬時第一線の科学者なんとか医師が被験者と直接接触してしまった。うん。あ、身体的外傷は見られないものの植物状態に陥りだって。あ、そういえばなんかそのトマスとヘンリーのムービーみたいなのでね、そういうお医者さんとか研究者とかをなんかトマスが傷つけたみたいな、なんかそういう感じの話してたよね、確か。それのことかな。ね、もしかしたらトマスも今となってはこの力をコントロールできるっていうかね、自分と完全にその霊界の別人格みたいな感じでね、うまくやっていけてるけど、最初のうちはうまくコントロールできなくて霊界の自分が暴走してなんかこう人を攻撃してしまうみたいなことがあったのかもしれないよね。まあわかんないですけど。なるほどなるほどなるほど、ナッツ。びっくりするからやめてって。だからなんか地味にびっくりするなこれなんかお化けっていうか、その本当にジュラシックパーク的な恐竜いる的な恐怖を感じますね。うん、今は大丈夫だった。大丈夫じゃなかった、ちょっとびっくりした。あ、逃げるべき、これ逃げるべきかも。あんな、あ、なんかでもここにある、読んでいい？え、読めないの？何もないのかな。あ、年始か、年始だった。読む。スケジュールの変更を受けた今日のセッションのリマインダー、投薬量を増やしたが被験者はまだ非常に危険な状態であり、実験の身体的および精神的拘束が必要。あ、トマスのことやっぱなんか実験されてたのかな、それで逃げ出したのかな。うん、よし、びっくりした。なんか恐竜が攻撃してきたからちょっとびっくりしちゃった。まあ恐竜かわからんけど、何なんだろうねあの怪物は。あ、やばい、ぼーっとしてた。これ危ない、落ちる落ちる、落ちたら落ちたら飲み込まれちゃう。うおー、なんかさ、ネメシス第二形態みたいな第二か第三か第二かな感じじゃなかった、ちょっとそんなようなやつが今走ってきましたね。あれでマインスロワー弾で攻撃しないと。マインスロワー弾で合ってる合ってる。え、これなんだろう。あ、これも動かせるの、ずいぶん大きなものだけど動かせるのか。え、何、あ、あ、え、ちょっとかわいい。心臓ずっとエンティーハート、望まないでシャビーゴー、食い尽くした発せる想い、誰か私を救って。